弊社は東大阪でプラスチック用の金型、ダイキャスト用の金型を製造している会社です。アルミの素材を、成形する工法のことを言います。ダイキャストは、照明器具、で車の部品などが多いです。弊社は約 80% が金型、プラスチック用の金型を作っておりまして、で、まあ、業界全体がやはり不景気の折りですね、今後の将来的な不安もあります。その中でですね、この金型の技術を用いて何か、新しいことができないかという取り組みの中から、弊社 の若手の女性社員の中から、つけまつげケースというものがあまりクオリティのいいものがないという意見が出まして、で取り組みを始めました。この蓋の柄なんですけども、このこういった、柄の商品というものがあまりつけまつげケースに限らず、化粧品コンパクトにおいてもあまり類のないものだというふうに思っております。なぜかと申しますと、こういう凹凸のある立体感のあるような製品という形の金型を作る、工法を、新たに開発いたしました。その開発した技術をもってこの製品を作っておりますので、こういうデザインのある製品というものはあまりないというふうに考えております。こういう加工方法は試作というレベルでは、ま、普及はされておるんですけども、量産用金型といったところで、製品化されているものというものはないように聞いております。去年の11月頃から店頭に並んでおりまして、小売店さんの情報ではまだ置いた期間が短いということもありますが、その割には売り行きは好調だというふうに聞いております。化粧品雑貨などは、これから第2弾第3弾と新商品は展開していくつもりではあります。でその中でもデザインを、きれいな凝ったものにして、他社にない、クオリティのものを追求していきたいと考えております。